カイネの夢、日常。高い空に薪割りの音が吸い込まれていく。音だけ聞いているとどれほどの匠の技かと思う。しかし実際に出来上がる薪は大きさも太さもバラバラで、見られたものではなかった。えい、クソったれ。お世辞にも上品とは言えない言葉を吐きながら、斧を振るっている小さな老婆にカイネが声をかけた。おばあちゃん。なんだいカイネ、近くに寄ると危ないよ。言ってるそばから勢いよく弾かれた太い薪がカイネの頬をかすめて飛んでいく。カイネは用心深く距離を保って大きな声を出した。水汲んでこようか。祖母の手が止まる。一瞬眉が寄った後、ことさら明るく笑ってみせた。いいよいいよ、私が行ってくる。最近は魔物も出てきて物騒だからね。手伝ってくれるなら薪割りを頼むよ。カイネに斧を渡し、祖母は紐のついた桶を二つ持ち上げる。担いだ棒に桶をぶら下げて水を運ぶのだ。どちらかといえば薪割りより水汲みの方が重労働だった。だからこそカイネは手伝いを申し出たのだが、一方で祖母に断られてしまうことも半ば予想済みだった。祖母は孫のカイネにいろいろな手伝いを言いつけたが、集落へのお使いだけは不思議なぐらい頼んでこなかった。カイネが村をうろつけば子供たちにいじめられ、大人たちから心ない嘲笑を受ける可能性が高いからだろう。祖母はそんな憂いを浅はかに口にするような人ではなかったが、カイネは自分が腫れ物のごとく気遣われていることを敏感に察していた。言われるがまま家の中の用事だけを手伝っていたのは、これ以上祖母に負担をかけたくなかったからである。祖母はカイネと暮らすようになってから住居を集落から離れた岩場に移した。村人たちからの苦情や嫌がらせが増えて移らざるを得なかったのだ。そんな事情を踏まえて選んだ場所は本当に静かで、家の中や周辺を出歩くくらいなら村人たちと顔を合わせる心配もなかった。カイネは平和で居心地の良いけれど、とても狭い世界に生きていたのである。祖母が水汲みに出かけた後、カイネは生まれて初めての薪割りに挑戦してみた。中途半端な音が響き、斧が丸太に刺さったまま抜けなくなってしまう。押せども引けどもどうにもならず、カイネは癇癪を起こして丸太が刺さったままの斧を地面に叩きつけた。聞き慣れた祖母の罵詈雑言が無意識に口をつく。クソったれが。気持ちのいい音がして薪が割れた。小さな木片がうねりを上げて回転しながら真後ろに飛んでいった。カイネは形も大きさもバラバラになった薪を見下ろす。難しいもんだな。両手にペット唾を吐きかけると、カイネは斧を握り直した。空に響く薪割りの音がようやく様になってきた頃、祖母が水汲みから戻った。カイネが量産した不揃いな薪を眺めるなり、不器用だねと笑い飛ばす。おばあちゃんに言われたくないよと、カイネはむかっぱらを立てて祖母に背を向けた。豆が潰れて血だらけになった手のひらをそっと隠す。その時後ろで大きな音がした。振り向くと桶が一つ転がっているのが見えた。
水がこぼれ床を濡らしている。祖母はその水浸しの床に両膝をつき、震える手でもう一つの桶を必死に支えていた。おばあちゃん。カイネが走り寄ると、祖母は顎で何度も桶を刺した。早くこれを。せっかく運んできた水が。カイネが言われるがまま桶を受け取ると、祖母は力尽きたようにそのまま床に倒れ伏した。分厚いスカートに水が染み込んで、みるみる色が変わっていく。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん。カイネが必死に呼びかけ、体を揺すると、祖母は大儀そうに頭だけ起こした。うるさいね。臨終の席じゃあるまいし、重いものを持ってちょっとくたびれただけさ。そう言ってあくびする祖母にほっとしつつも、カイネは祖母によるとしなみを感じずにはいられなかった。何かとカイネを守ってくれた祖母だが、自分が彼女を守ってやる日も近いだろう。それはもはや予感ではなく確信だった。だからこそ翌朝、カイネは寝床で大事をとっている祖母に一つの決意を打ち明けた。私が村に行って薬をもらってくる。祖母が慌てて起き上がろうとしたが、カイネはかぶりを振って制した。私なら大丈夫。祖母の視線がカイネの全身をくるむように注がれた。何度か意識的にまばたきすると、ゆっくりうなずく。じゃあお願いしようかね。そして家という守られた場所からカイネが一人で出ていくのを、祖母はいつまでも見送っていた。いつまでも、いつまでも。カイネは祖母から預かったお金と薬屋までの地図を何度も確認しながら足早に谷へ向かう。途中物音がするたび、魔物か、はたまた太刀の悪い子供たちかと身構えたが、岩陰から出てくるのは小動物や鳥ばかりだった。そうこうするうちに無事集落に着くことができた。賑やかとは言い難い村だが、商店街の並ぶ界隈にはそれなりに人通りがあった。カイネを見つけるや否や慌てて背を向け、声を潜める大人たちの姿が視界のあちこちに入ってくる。カイネは全身の筋肉がこわばるのを感じて大きく深呼吸した。一晩中考えていたことをまた反芻する。これからも祖母と二人で生きていくために、まずは自分一人で立てるようにならなくてはならない。私は強くなる。カイネは何度も自分に聞かせた。そして明らかに自分の噂話をしている中年女を見つけ寄っていく。薬屋はどっち？まさかカイネが自ら話しかけてくるとは夢にも思っていない中年女は、たるんだ頬の肉を震わせて口ごもった。その瞳に焦りと恐れの色を見つけ、不意にカイネは愉快になる。怖がりはお互い様だ。どっち？カイネがさらに詰め寄ると、中年女は夢中で右を指し示し、転がるように去っていった。ゆっくり周りを見渡すと、大人たちは皆うつむいてこの場をやり過ごそうとしている。石が飛んでくる心配はなさそうだ。カイネは胸を張って薬屋へと向かった。薬
薬屋では思いがけない先客と顔を合わせた。ガキ大将のディモだ。家のお使いで来たらしく、珍しく一人だった。なんでお前がここにいるんだよ。一応すごんできたが、いつもの迫力はない。何より腰が引けている。タイネはディモを無視して店主に疲労回復の薬を注文した。誰かの見舞いか。クソババアがくたばったか。てめえには関係ない。とっととうせろクソったれ。タイネの初めての反撃にディモは顔を真っ赤にして目を向いたが、年老いた店主から喧嘩すると親父さんに言いつけるぞと言われ、しぶしぶ引き下がった。舌打ちをし、肩をそびやかして店から出ていく。薬の調合中、一人になったカイネはやっと力を抜いて店内を見渡した。独特の香りが充満する店内には無数の瓶が並んでいた。白いラベルに異国の文字が記されたその中には、葉っぱや木の皮や実、そして動物の爪や虫の黒焼きなど、実に様々な材料が入っている。その多様さはそのまま世界の広さだった。カイネはまだ見ぬ土地や人々のことを思う。世界のどこかに、こんな自分をそのまま受け入れてくれる人や場所が存在するのかもしれない。ふと視線を下ろすと、壁にかかった一枚の絵が目に入った。淡い色彩で精美に描かれた美しい少女にカイネは見とれてしまう。私の娘だよ。振り向くと、調合した薬を持って店主が立っていた。シワの刻まれた額をかき、遠い目をする。随分昔に死んでしまったがね。カイネは黙って絵を眺める。少女は時を止めて生きているようだと思った。その心のつぶやきが聞こえたように、店主はうなずく。絵はいい。大事な人が永遠になる。店主はそう言うと、薬の袋とは別に古いクレヨンをカイネに差し出した。やるよ。私にはもう描きたい人もおらん。カイネは戸惑い、反射的に後ずさった。他人から親切にされることには慣れていない。そんなカイネを見て、店主は困ったように眉を下げた。あんたの噂は聞いている。何分小さな村だからな、口さがない人も多い。正直、私だって噂を半分信じていたりする。でもあんたはあのカーリーが愛する孫だろう。むやみと疎んじるのも彼女に悪い気がしてな。カーリーとは祖母の名前だった。カイネの物言いたげな視線に、店主は、彼女とは古い知り合いなんだ。随分世話にもなった。と頭をかいた。カイネは迷った末、おずおずと手を差し出す。店主はクレヨンと薬の袋をしっかり握らせてくれた。あんたに絵を描いてもらえたら、きっとカーリーは喜ぶぞ。カイネは力強くうなずいた。思い切って村に来てみてよかったと心から思った。まだ見ぬ広い世界につながる小さな小さな入り口にやっと立てた気がした。家に戻ると、祖母を藁にくるまって寝ていた。にしては肩が激しく上下し、足の裏は真っ黒に汚れている。きっとドアが開く瞬間までカイネを心配して部屋中をうろうろ歩き回っていたに違いない。
カイネは枕元に薬を置くと、こみ上げてくる笑いを抑えて、おばあちゃんと声をかけた。なんだ、帰ってたのかい。祖母はたちまち目を開け、わざとらしいあくびをした。全然気づかなかった。ああ、よく寝た。そして注意深くカイネの全身を眺めます。どうだった、お使いは。楽しかったよ。カイネがさらりと答えると、本当かい、とすっとんきょうな声を上げる。うん、これからはもっと私にお使いを頼んでくれていいからね。言いながらカイネは古いクレヨンを取り出す。下弦な顔の祖母に薬屋の店主からもらったことを伝え、絵を描かせてほしいと頼んだ。私の？そう、私からの贈り物。おばあちゃんを永遠にしてあげる。店主の受け売りを得意げに口にするカイネに、祖母は、冗談じゃない、私はもう十分生きたんだ、永遠なんてめんどくさいよと嘘吹いた。それでも言われるがままポーズをとってくれる。カイネは張り切ってクレヨンを握った。長時間静止していることに祖母が疲れ果て、今度こそ本当に居眠りを始めた頃、カイネはようやく手を止めた。完成した絵を眺めて大きなため息をつく。ダメだ。絶望的な声を聞き、祖母の目が開いた。見せとくれと飛んでくる。カイネは肩をすぼめてうなだれた。ごめんおばあちゃん、クレヨンがあれば誰でも絵が描けるってわけじゃないみたい。紙の上には人間の顔とも粘土の塊とも巨大な岩とも取れる物体がやたら色とりどりに描かれていた。祖母の口がぽかりと開き、次の瞬間弾けるような笑い声が起こった。やっぱりあんたは私の孫だ。不器用だね。カイネがムッとする前に、でもと言葉を続く。一生懸命さが伝わってくる。いい絵じゃないか。嬉しいね。ありがとう。大事にするよ。実際祖母はその絵を家の中の一番よく見える場所に飾った。そして朝に夕によく一人で眺めていた。カイネが決まり悪がるとひどく真面目な調子で打ち明けたものだ。これを見てると元気が湧いてくるんだよ。もっともっと長生きしてあんたと幸せになろうって思うんだ。そんな祖母の優しくも切ない言葉を、絵を眺める祖母の小さな背中を、カイネはずっと覚えていようと誓った。世界の広さと祖母の脆さを知った日々をずっと覚えていようと誓った。移ろいすぎていく人と日々だからこそ、たとえ目の前から消えようともずっと覚えていたかった。ずっとずっと永遠に。